日本語能力試験、懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題,1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう例 女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこのあと何をしなければなりませんか課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうかうん。わかりやすく出来上がってるね。<laughs> ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。うーん そうだねでもまあこの部分はいいかなでえー、っとこの11ページのグラフこれ随分前のだねあすみませんじゃあそのグラフは変えてあそれから会議室のパソコンやマイクの準備はできてるあそちらは大丈夫です女の人はこのあと 何をしなければなりませんか最も良いものは三番です。回答用紙の問題一の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 1>, 1番大学で男の留学生と先生が話しています。男の留学生は、この後何をしなければなりませんか先生、先日お渡しした論文ですが、いかがでしたかああ、見ましたよ。前回見たときは、研究の背景のところが不十分だったけど、そこは今回だいぶ良くなったんじゃないかしら。ありがとうございます。 研究の背景がうまくまとまったからだと思いますけど研究目的も前の原稿より明確になったと思いますあそうですかでもこの調査の結果のところもう少し効果的に示せるようにデータを図やグラフで表したらどうかしらああなるほどそうですねそうした方が説得力が増すと思いますよわかりましたやってみますそれから 前回ご指摘を受けた日本語の文法的な間違いについてはああ今回は特に気になりませんでしたよあそうですかじゃあすぐに修正します男の留学生はこのあと何をしなければなりませんか 2番女の人と男の人が話しています女の人はどうしますか部屋の観葉植物なんか元気ないんだえちゃんと水やってるそれがすぐ忘れちゃって気がついたら土がカラカラってことよくあるんだあのさこの前ニュースでやってたんだけどある大学の研究で名前をつけて育てた牛と 名前がないまま育てた牛のミルクの出方を調べたら、そしたら名前をつけた方がミルクの出方が良かったんだって。は名前をつければ愛着が増して、いろいろ世話をするようになるからだって。そうすると牛のストレスが減って、ミルクの出方も良くなったってわけ。うん<ー>。だから、君もやってみたらえ牛を飼うの名前だよ。すぐ忘れちゃうんでしょ水やるの。 ああ牛と植物は違う気もするけど面白いねやってみよう女の人はどうしますか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はこの後何をしますかあの先輩来週の研究発表のことで相談があるんですがんどうしたの配布資料がまだできてないとかい,いえそれは昨日なんとか実は僕すぐに上がってしまうんで 発表が不安でそんなの誰だって緊張するもんよとにかく何回も練習して自信つけるしかないんじゃないそれが原稿を暗記するくらい練習したんですが本番では頭が真っ白になりそうでま原稿は読んでもいいんだから完璧に覚えなくてもいいってそれより質疑応答でどんな質問が出るか予想してシュミレーションしておいた方がいいかもねそっか とっさに答えるのは難しいですもんね。うわますます緊張してきた大丈夫自分の研究テーマについては自分が一番よくわかってるんだからはいじゃあ早速対策を練っておきます男の学生はこのあと何をしますか 4番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか田中さん、ちょっといいかなはい。今度の展示会の件なんだけど、会計課から明日の朝までにもっと詳しい資料を出せって言われてるんだ。それでね、悪いんだけど、とりあえず資料を支給作ってくれないかな。 はい、わかりましたこれは先週の打ち合わせの記録をもとに作成すればよろしいでしょうかうんそうだね具体的なこともほとんど決まったからそれを反映させてはいわかりましたあの何時までに5時くらいまでに頼めるかな今朝頼んだ仕事の方は置いといてもらってもいいし他の人に引き継いでもらってもいいからそうですかでも 他の人に頼むと、かえって時間がかかると思いますので、後でやります。じゃあ、悪いけど頼むよ。女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか 5番、レストランで店員と店長が話しています店員はこの後すぐ何をしなければなりませんかあの店長申し訳ありませんコーヒーをお客様のコートにこぼしちゃったんですがえちゃんとお詫びしたはいで、コートはちゃんとお拭きしたはい濡らしたタオルでただコーヒーだからシミになりそうでそう。 できれば、こちらでコートをお預かりしたいところだけど、今日は寒いしね。はい。じゃあ、クリーニング代、後で請求していただきましょう。もし落ちなかったら、弁償ってこともあるし、連絡先だけは忘れずにお尋ねしてね。あ、はい。すみません。僕、は後で払います。いいのよ。それはお店がするから。さ、早く、お客様がお帰りになる前にお願いしますね。私もすぐに謝りに行きますから。はい。 店員はこの後すぐ何をしなければなりませんか。六番男の人がプリンターの修理センターに電話しています。男の人はプリンターと一緒に、 何を送らなければなりませんかはい、修理センターでございます。あの、すみません。そちらのプリンターの s 一ゼロゼロを使っているんですが。あ、小さいタイプのものですね。どのような状態でしょうか新しいインクを入れても、インク交換を知らせる赤いランプがずっと点滅していて、全然印刷できないんです。 そうですか一年の保証期間内でしたら無料で修理いたしますその場合は保証書をお送りいただくことになりますがああえー、っと一年ちょっとになりますねでも半年くらい前にも同じ状態になって修理してもらっててその時の修理記録もありますけど大変申し訳ございませんそれでは無料で修理させていただきますので保証書をお送りくださいじゃあお願いします それから、説明書の最後にある修理依頼書をご記入の上プリンターと一緒にお送りください修理記録も送った方がいいですかそれはこちらに記録がありますので結構です男の人はプリンターと一緒に何を送らなければなりませんか 問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 例大学で男の学生と女の学生が話していますこの男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか あ、はあ、先生を怒らせちゃったみたいなんだよね困ったなあえどうしたのうんいやそれがね先生に頼まれた資料昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけどいろいろあって渡せなくてえそれで怒られちゃったのうんいやそれで怒られたっていうより一昨日授業のあと飲み会があってねでついそれを持ってっちゃったんだけど 飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよねえ、じゃあなくしちゃったわけいや、出ては来たんだけどねうん。先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだってまあそりゃそうよねこの男の学生は先生がどうして怒ったと言っていますか 最も良いものは三番です。回答用紙の問題二の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。一番テレビで。 アナウンサーと監督がバスケットボール選手について話しています。この選手の今後の課題は何ですか 監督、最近素晴らしいプレーを見せている若手の山田選手ですが、この調子を維持し、今後ますます活躍するためには何が必要でしょうか山田ですかそうですね。試合開始から終了まで走り続けられる体力はすでにトップクラスですね。また、体が柔らかくバネもあり、怪我も少ないですし、ボールを扱う技術も他の選手よりずっと抜きん出ています。まあ 強いてあげるとすると、試合中に相手の挑発に乗ってしまいがちなので、自分をコントロールし、常に落ち着いてプレーできるようになれるかが鍵になるでしょうね。この選手の今後の課題は何ですか 2>, 2番、会社で女の人と男の人が話しています男の人は今何が心配だと言っていますか 坂さん、昇進おめでとう。来月からパリ支店の支店長になるんですってああ、ありがとう。以前から海外勤務を希望してたんだ。ああ、そうですか。ただ、僕も妻もパリは初めてでね。向こうには知り合いもいないし、妻はフランス語できないし、そのことが悩みの種でね。うん、私が海外勤務をした時は半年くらいで生活に慣れましたよ。今。 引っ越しの準備で大変じゃないですか。海外への引っ越しって大変ですよね。うん。まあ、引っ越しの方は業者に任せてあるから、なんとかなるよ。お子さんはうちの子供は、初め、向こうの学校の授業についていけなくて大変だったんですよ。ああ、それは僕も心配してたんだけど、幸いこっちの高校の寮に入れることになってね。そうですか。よかったですね。 男の人は今何が心配だと言っていますか三番男の人と女の人が話しています女の人は 写真を撮ることの一番の魅力は何だと言っていますか。いいカメラ持ってるね。 どんな写真撮るの何でも。風景でも人物でも気になるものは何でも。自分の作った料理や町の看板なんかもなかなか面白い写真になるよ。出来上がった写真はインターネットでたくさんの人に見てもらえるようにしてるんだ。へえ。カメラの楽しさっていろいろな瞬間を後に残せるってことなのかな。うーん、どうかな。というより私はカメラを持つようになって、 道端の花とか雨上がりの空とか今まで見過ごしていたようなちょっとしたことにも目を向けるようになったのへえそうなんだうんカメラのおかげでなんだか毎日が楽しくなってきてそれが私にとってのカメラの楽しさかなそっかカメラの魅力は出来上がった写真だけじゃないんだねうん私の場合は出来上がりは二の次って感じかなまあ いい写真が撮れると嬉しいけどね。女の人は写真を撮ることの一番の魅力は何だと言っていますか 4番電気店で男の社員と女の社員が話していますエアコンを売るためにどうすることにしましたか 今度の決算までに、エアコンの売り上げをもう少し伸ばしたいんだがね。売り場での手応えはどうそうですね。店にいらっしゃるお客さん、皆さん、近頃は無駄な出費は抑えたいとおっしゃいますね。うん、いまいちか。なかなか。ポスターを貼ったり、広告も出してみたんですが。そうか。値下げは、もう限度ギリギリええー、もう限界ですね。 あとできるのは配送料の無料化か取り付け費用を割引くかなるほどねライバル店は配送料の割引はしていますが無料化に踏み切ったところはありませんそうかじゃあうちはそれを大々的にアピールしよう設置の方は業者の了承がいるからな今回は見送るとしよう エアコンを売るためにどうすることにしましたか5番ラジオで評論家が小説家について話しています。 この小説家の作品の最も優れているところはどこだと言っていますか 今日は最近脚光を浴びている小説家山田一郎の作品についてお話ししたいと思いますえー、彼の作品にはたくさんの魅力がありますがそうですねまずその緻密なストーリー構成を挙げたいと思います言葉遣いのユニークさをお好きな方も多いようですがうーんあれは彼が外国語に堪能なことに関係しているのでしょう また思わず噴き出しそうになるユーモアのセンスや生き生きとした人物描写も見事ですがやはり読者をぐいぐいと引き込んでいく話の展開にはなんとも迫力さえ感じてしまいまいす。この小説家の作品の最も優れているところはどこだと言っていますか 6番テレビでアナウンサーが男の人にインタビューをしています男の人は今年の採用では何を一番重視したと言っていますか 今回は林電機、田中さんにおいでいただきました早速お尋ねしたいのですが、今年の新入社員の採用ではどのようなことを重視されましたでしょうかそうですね、例年は積極性を見ていますが、今年は積極性以外も重視しました熱意だけではなかなかうまくいきませんからなるほど、御社は海外との取引も増えているとのことですが やはり海外経験の有無や語学力が重要ということでしょうか。まあ、そのような点も大切ですが、入社後でも教育できます。面接ではもっと別の面を見ました。例えば、周りの人と上手にコミュニケーションできるかどうかです。最近の若い人は、職場に打ち解けるのに時間がかかると聞きますが。はい。仕事はチームを組んで行うことも多いですし、協調性が不可欠です。 リーダーシップも大切ですが、周りが強いストレスを感じるようではうまくいきません。そうですね。男の人は、今年の採用では何を一番重視したと言っていますか 7番テレビで女の人が高齢者の介護について話しています。女の人は政府は何を最優先にすべきだと言っていますか 政府の調査によると、介護が必要になった場合に、自宅での介護を希望する高齢者は6割を超えるそうです。バリアフリー住宅への改築が増えているのも、住み慣れた自宅で生活を続けたいということの表れでしょう。ですから、在宅での介護サービスを充実させ、安心して自宅で生活ができる環境を作ることを、政府に強く望みたいと思います。もちろん。 介護施設を増やすことや、介護施設でのサービス内容を向上させていくことも必要にはなります。しかし今、政府が何に最優先で取り組むべきかは明らかではないでしょうか。女の人は、政府は何を最優先にすべきだと言っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを 一つ選んでください。では、練習しましょう。例。女の人が男の人に、映画の感想を聞いています。この間話してた映画、見に行ったんでしょう。どうだった。うん、すごく豪華だった。衣装だけじゃなくて、景色もすべて。 画面の隅々までとにかく綺麗だったよ。でもストーリーがな主人公の気持ちになって一緒にドキドキして見られたらもっとよかったんだけどちょっと単調でそこまでじゃなかったな娯楽映画としては十分楽しめると思うけどね男の人は映画についてどう思っていますか 1> 1 映像も美しく、話も面白い。2>, 2。映像は美しいが、話は単調だ。3。映像も良くないし、話も単調だ。4。映像は良くないが、話は面白い。最も良いものは2番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください最も良いものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番テレビでレポーターが話しています。 こちら、レポーターの山本です。今、私が来ているこの地域には、桜歌舞伎という伝統芸能があります。300年以上の歴史があり、長く人々に親しまれてきたのですが、実は、この伝統芸能、後継者不足で、一度存続が危ぶまれたことがあるんです。その時立ち上がったのが、なんと、この町の高校に通う高校生たちだったのです。 伝統芸能を継承し、歴史を受け継いでいこうと、放課後練習を重ねています。伝統芸能の衰退が珍しくない中で、この高校生の奮闘ぶりに、町でもこれが町の活性化につながらないか考え始めたようです。レポーターは、主に何について伝えていますか 伝統芸能の魅力。二、伝統芸能の継承。三、地域の歴史。四、地域の活性化。 2番 2> 大学で先生がある国について話していますこの国は今経済の転換期を迎えていますこの国の経済発展を支えているのは地下に埋蔵されている豊富な天然資源ですしかし埋蔵されている資源には限りがありますまたこのまま資源の輸出だけに依存していると資源価格の変動によって 経済情勢が大きく左右されてしまいますそこで政府は資源の輸出で得られた豊富な外貨をもとに新しい産業を育成する計画を立てています先生はこの国の何について話していますか一、<S 1> 1 <S 今後の経済政策二。2 資源価格の変動。3地下資源の埋蔵量。四。4資源の輸出促進。三3番テレビで男の人が話しています。 私たちの周りには、毎日いろんな音が溢れていますが、スーパーや飲食店に行ったとき、店の中に流れている音楽を意識したことがありますかほとんどの人は特に気にしていないと思います。ある調査によると、ゆっくりした音楽を流した場合と、テンポの速い音楽を流した場合とでは、客の行動に差があることがわかりました。スーパーなどでは、ゆっくりした音楽を流したときの方が、 客が店の中にいる時間が長くなり、売り上げが伸びるんだそうです。反対に、行列ができるような混んでいる飲食店では、店舗の速い音楽を流すことで、客の回転を早くすることができるんだそうです。男の人はどのようなテーマで話をしていますか一生活の中の騒音 2> 2騒音と音楽の違い 3. 音楽と客の行動の関係4店の雰囲気と音楽4番。 テレビで農業の専門家がキノコについて話していますキノコにはたくさんの種類がありますが今日はその代表格である椎茸についてお話ししたいと思います椎茸は炒め物や鍋物など様々な料理に使われていますがどのように栽培するかはあまり知られていないかもしれません質の良い椎茸を収穫するには 木を使う方法が良いでしょう。えー、椎茸は椎茸菌を木に植え付け乾燥を避け十分な湿度を保つと生えてきます。生育には10度から30度の間を保つことが必要とされるので、春か秋が適した季節と言えます。生えてから2週間程度で収穫できる大きさになるでしょう。 専門家の話のテーマは何ですか ?1、1> 質の良い,い椎茸の選び方 2>, 2、椎茸の育て方3、椎茸の調理方法4、椎茸の保存方法 5番大学の授業で先生が話していますえー、今日は初回なので今学期の授業内容にについて簡単に説明しますこの授業では最新の科学技術に注目します。といっても科学技術を難しく捉えるのではなく生活の中でどのように役立っているか見ていきます。例えば 最近ニュースなどで高齢化社会の問題が取り上げられていますね日本の場合2055年には65歳以上の高齢者が人口の40%を超えると予測されていますがその時に介護や福祉を担う労働力をどう確保するかが問題です、えー、そこで高齢者の暮らしを支えると期待されているのが現在開発中の介護ロボットです 最新の科学技術は私たちの生活に深く結びついているのです、えー、では今日はこのようなロボットに使われている技術について見てみたいと思います。今学学期のののの授業のテーマはどのようなことですか 1> 1科学の最新理論 2, 2生活に役立つ科学技術3高齢化社会の問題4介護ロボットの開発の課題6番 会議で女の人が男の人に意見を聞いていますでは新しい店舗の設置とメニュー価格の値上げについてご意見をお願いしますまず新店舗の設置についてですが私は積極的に行くべきだと考えますこの地区には競合するレストランがいくつもあるので避けた方がいいという考え方もできると思いますが 駅前の開発事業なども進んでいますのでメニューやサービスで差別化を図れば顧客の獲得は見込める地域だと考えます。で、もう一つの議題のコストの上昇によるメニュー価格の値上げについては昨今の景気の動向を考慮すればむしろ価格を抑えて他の会社の店舗との差別化を図るべきだと思います。 男の人はどう考えていますか ?1。1> 店舗の新設にも値上げにも賛成。2>, 2。店舗の新設にも値上げにも反対。3。店舗の新設は賛成、値上げは反対。4。 店舗の新設は反対、値上げは賛成。問題四。問題四では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、 1>, 1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょうレイああ今日はお客さんからの苦情が多くて仕事にならなかったよ 1> 1いい仕事できてよかったね。 二、2> 2仕事なくて大変だったね。三、お疲れ様。ゆっくり休んで。最も良いものは3番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。 では、始めます。一番。今日は忙しいところ、手伝わせちゃって悪かったね。一。え忙しくなるんですか? 2> 2。二。そんなはずはないと思います。三。いえ、いつでもおっしゃってください。 2番明日の映画なんだけどレポートやら実習やらでそれどころじゃなくなっちゃったんだきっと面白いいよね 2> 2、えー、いけないの残念忙しいのによく行ったね。 3番あのー、こちらの傘お忘れじゃないですかどうぞお気をつけください。ああどうも恐れ入ります。3> 3お持ちしましょうか。 4番。悪いね預かった資料まだ見てないんだよずっと電話が鳴りっぱなしで 1, 1はいすぐにお電話させますので 2, 2ただいま席を外しております3ではお時間のある時にお願いします 5番、今日の先生の講義、ぷんかんぷんだったよ。1、1> 丁寧でわかりやすかったね。2>, 2、難しくて私も全然。3、ああいう話ってワクワクするよね。 6番ああ,あんな負け方するくらいなら初めからやるんじゃなかった1途中からでもやってみたら 2, ?2 やってみればよかったね 3, 3よく頑張ったと思うよ。 7番あの先月の家賃なんですけどまだ振り込まれてないようですがすみませんうっかりしててではそうしていただけますか 3> 3あすぐにいただきますので。 8番。もしもしもうすぐ社に戻るけど留守中何かなかったえどんなご用件でしょうか 2> 2確かに了解いたしました。ししま先ほど田中様がいらっしゃいました。 番あのー、もう少し席を詰めていただけるとありがたいんですがあっ気がつきませんで 2> 2おかげさまで助かりましたいやーまだまだですよ。 10番山本くんまだ来ないねどういうつもりなんだろうまったくまた来るつもりだって 2, 2時間通りに来たことないよね 3, 3やっぱり間に合ったんだ。 11番。どうしたの食事もしないで考え込んじゃっていやそれほどでもないと思うよちょっと気になってることあってね 3> 3どうしてもこの時間混んじゃうんだよね。 12番プロジェクトもやっと終わったことだしようやく一息つけるね1一時はどうなることかと思ったよね 2, 2のんびりできるのももう終わりだね 3, 3確かにこれからが山場だね 13番。今度の休み家族とゆっくり過ごせたらなって思ってたのになじゃあそうしてみましょうか 2> 2ああそれは楽しみですねえ仕事でも入ったんですか 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番 1> 大学の就職課で女の学生と係の人が話しています来年から就職活動を始めるんですが インターンシップって就職に有利って聞いたんですけど。有利っていうことはありませんけどね。でも、働くことを実際に体験できるいいチャンスではありますよ。いくつかタイプがあります。あ、そうですか。あの、実は私、まだ職種が絞れてなくて、できるだけ広く見たいなと思ってるんですけど。ええ。それと、お金がもらえるのもあるって聞いたんですけど。ああ、 それは社員とほぼ同じ仕事をする実践タイプです。数週間から数ヶ月が一般的ですね。特別な技能やハイレベルの知識が必要で、誰でもってわけにはいかないけど。ああ、ワープロとかじゃダメですよね。そうですね。できれば短期間でいろいろ体験できるといいんですけど。そうですか。いろんな企業を見たいならセミナータイプがいいですよ。 平日の1日か2日で会社の中を見て回ったり、セミナーに参加したりするんですよ。えー、っと、それから1、2週間程度なら体験タイプがあります。営業の人と一緒に外回りしたりします。あ、ただ、これはある程度やりたい仕事が決まっている人に向いてますね。いろいろあるんですね。あとは、あそこにポスターが貼ってありますけど、 出身地に帰ってそこの企業で研修する地元タイプもあります。一ヶ月程度が一般的かな。同じところに一ヶ月ですか。それなら、いろんな会社を見てみたいから、これにします。女の学生はどのタイプのインターンシップに応募しますか一 実践タイプ 2, 2セミナータイプ3体験タイプ4地元タイプ 2> 2番 運送会社の会議で話しています最近荷物の配送の遅れが目立っているようなんだ何かいい案はないかね今の配達ルートを使うと渋滞に巻き込まれるようですよ安全研修の時にドライバーが言ってましたそうかじゃあ別のルートを考えて渋滞を避けるようにしたらどうでしょうか他にいい道はあるかな。それより 朝やってる荷物の積み込みを夕方帰宅前にすれば1時間は早く配達に出られますよね1時間ぐらい早く出てもなあの渋滞はもっと早くから始まってるからねだったら出勤時間も早くすればどうでしょうしかしね出勤時間が早くなるのはいろいろ難しいんじゃないかなあそうですねうんあのでしたら 今の配達ルートを決めたのはもうずいぶん前ですからそうかじゃあやっぱりそこを検討だな問題を解決するために何を見直すことにしましたかドライバーーの研修方法 2> 2配達ルート 3荷物を積み込む時間4朝の出勤時間3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いて。 それぞれ問題用紙の一から四の中から。最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。三番。テレビで男の人が話しています。携帯電話会社が未来の携帯電話のアイデアを募集したところ。 1>, 1万点を上回る応募があったそうです今日はその中から優秀賞に選ばれた4つのアイデアについてご紹介しましょうまず1番のアイデアは腕時計型です一見普通の時計に見えますがベルト部分が電話になっています2番はペン型のもの少し大きめのペンという感じでポケットに挿しておけますもちろんペンとしても使えます 3番は名刺サイズのカード型のものです薄いですしちょっと見ただけではカードと間違ってしまいそうですね最後の4番のアイデアはハンカチ型の携帯ですハンカチを広げたサイズなので画面はとても大きいですでも素材は柔らかいので折りたたんでポケットなどに入れられます以上4つご紹介しましたがこんな携帯が本当にできたら楽しそうですね いろんなアイディアがあるものね。本当だね。でもどれも小さくなっていく方向だね。そうね。今以上にどこかに置き忘れちゃいそう。この前も喫茶店に忘れてきちゃって大変だったのよ。そうだったね。君ならどれがいい腕に直接つけられるのだったら安心だから、私ならこれね。そうだね。ジョギングの時も便利そうだしね。 僕は画面が大きくて見やすいのがいいな字が小さいのはな質問一。女の人はどの携帯が気に入っていますか 質問2男の人はどの携帯が気に入っていますかこれで懲戒試験を終わります。